ざっくり解説。ウルトラセブン第26話、超兵器 R15。 懐かしの特撮をざっくりと解説するコーナーです。今回はこちら、ウルトラセブン第26話、超兵器 R15。それではあらすじです。地球防衛国際委員会の瀬川博士、宇宙生物学の第一人者前野博士らをメインスタッフとして、防衛軍基地内の秘密工場で惑星攻撃用の超兵器 R15 が完成した。作戦室では R15 の図面を前に盛り上がる一同、はしゃぐ古橋たちを尻目に浮かない表情の段、廊下を歩く古橋と段。段は思い詰めたような表情で古橋に詰め寄る。地球を守るためなら何をしてもいいのかと。すると実験の中止を求めて参謀室に行こうとする段。止める古橋。地球を守るためには超兵器が必要だと説得する。侵略者が強烈な破壊兵器を作ったら、我々はそれよりも強力な兵器を作ればいいという古橋。しかし古橋のその言葉に目を背ける段。そしてつぶやく。それは血を吐きながら続ける悲しいマラソンですよと。前野博士と瀬川博士はR15 の実験場としてギエロン星を選んだという。地球への影響は全くなく、生物もいないことが選択理由だそうだ。実験が成功すればギエロン星は宇宙から姿を消すでしょうと前野博士は言う。実験は開始された。ギエロン星に向けて飛び立つ R15。順調に飛行、そして衝突、爆発するギエロン星。宇宙観測艇8号からの報告によると、ギエロン星は完全に粉砕されたとのこと。喜びに沸く作戦室をよそに、一人作戦室を出る段。宇宙パトロールの時間だと吐き捨てるように言い放ち、発射場へ向かう段。その時作戦室では異変が生じていた。宇宙観測艇8号から緊急通信が。ギエロン星から攻撃を受けとの通信後、宇宙観測艇8号からの連絡が途絶えた。するとギエロン星のあった方角から地球に向かって飛来する飛行物体をキャッチ。宇宙パトロール中のホーク1号へ連絡。やがて巨大な鳥のような飛行物体を発見。その姿は巨大な生物であった。ホーク1号の攻撃でも隕石の衝突にもびくともしない。責任を感じる前野博士と瀬川博士。悩む科学者を尻目に、新型ミサイルを取り付けたホーク3号で出動するソバとアマギ。廃墟のような地上に降り立ったギエロン星獣。新型ミサイルでギエロン星獣を攻撃するホーク3号。直撃弾を受けたギエロン星獣はコッパミジンに粉砕された。被害を最小限度に食い止めることができてホッとする竹中参謀。そして一日も早く R2 号を完成させようと話す瀬川博士。しかし奴は死んでいなかった。夜中砕け散ったギエロン星獣の破片が動き出し、アメーバ状になって
集まってくる。やがて、固形化し、元の体を再生し始めた。非常警報が鳴り響く、作戦室。ギエロン星獣が、東京に侵入した。ホーク1号と3号が、大型ミサイルで執拗に攻撃するが、復活したギエロン星獣の皮膚は硬く、全く通用しない。黄色いガスを吐き散らす、ギエロン星獣。ガイガーカウンターの針が、狂ったように揺れ動く。ギエロン星獣が吐く、放射能の灰が、風に乗って、東京中に広がっている。東京が危険だ。こんな状況でも、さらに強力な超兵器、R2 号を提案する、瀬川博士。時間が欲しい、R2 号さえ、完成すれば。一方、全力で挑むウルトラ警備隊。しかし、ギエロン星獣の反撃で、被弾し、不時着するホーク1号。地上に降りた弾は、セブンに変身する。果たして、セブンは、ギエロン星獣を倒すことができるのか。そして、地球の運命は。あらすじは、ここまで。これ以降は、DVD、ブルーレイ、公式動画等をご覧ください。今回の出演者は、こちら。ゲスト出演者は、こちら。宇宙人データ。再生怪獣、ギエロン星獣。身長、50メートル。体重、3万5000トン。出身、ギエロン星。ギエロン星の生物のうち、一体が、地球防衛軍の惑星破壊兵器、R1 号の放射能で突然変異し、怪獣化したもの。武器は、口から吐く放射能の灰と、両手を近づけて発射する、リング光線。最大の特徴は再生能力で、ウルトラホーク3号に搭載された、新型ミサイルによって、一度は、肉片や体液の状態にまで粉砕されるが、一晩で再生する。デザインは成田通る。金属の羽を持った怪獣、というコンセプトとのこと。ちなみに、ウルトラシリーズでは、宇宙人の名前は、〇〇星人、と称されることが大半だが、〇〇星獣の名を冠するのは、ギエロン星獣と、ウルトラマンレオの、ギロ星獣のみ、だそうです。以上、ざっくり解説。ウルトラセブン第26話、超兵器、R1 号、でした。次回もお楽しみに。